今日の香川県はめちゃめちゃ寒い。水たまりがカチカチに凍ってます。あ、割れた。すげえ。あ、割れた。じゃあ今から毎朝恒例の桜の散歩に行ってきます。しかし今日は寒い、息が白い。ちなみに今着てるジャケットですが、買ったばかりのノースフェイスのジャケットです。届いたばかりです。どうですか、似合いますか。今日はこの GoPro Hero 6をいつもどのようなスタイルで撮影しているかっていうのをご紹介したいと思います。まあ、GoPro 撮影するときって、まあ、皆さんどういうふうに撮影されてますか。まあ、GoPro って、まあね、手にすっぽり入るぐらい小さな大きさなんで、まあ、このまま手に持って撮るっていうのも一つの方法だと思うんですけど、まあ、こういってね、手で直接持つよりはグリップを使って撮影した方がこうカメラが安定して、まあ、ブレが少ない映像を撮れるんですよね。ただまあ僕の場合はこういったもう純正の、クイックアダプターを使用してます。まあ、なぜかっていうと、まあ、これ使った方が、まあ、GoPro の本体の脱着がすごく簡単なんですね。で、いつも使ってるのが、まあ、これですね。これグライダースポーツさんが販売されてる、三脚ベースマウントっていう商品なんですが、これ裏側こう見るとここに、三脚を取り付けるネジ穴が2つついてます。でここに、まあ、こういったグリップですね。グリップをこうねじ込んで、でこうカチッと、こんな感じ、まあ、こんな感じでグリップを装着するとやっぱり手ブレ自体が少なくなってカメラ自体が安定するので、まあ、ブレの少ない映像を撮ることができます。実は最近このグリップって使ったことが少ないんですよね。まあ、すごい持ちやすいし、こう安定してすごくいいんですけど、ただねこれ撮影しない時に、まあ、ジャケットのポケットとかに入れる時ってこれすごい結構ねサイズが大きくて、意外と邪魔なんですよね。かといって一回一回これをこんな感じで外して使う時だけこうつけるっていうのもなんかこうスマートじゃないので、最近ちょっと出番が少ないです。じゃあ最近一体何を使ってるかというと、実はこれを使ってます。じゃん。これ、
ジョビーのマイクロトライポッドっていう商品です。で、これね、実はこう開くことでこうミニ三脚になるんですね。で、こっちがこうネジ山になってます。で、GoPro のこのベースマウント、ここにこの三脚をこんな感じでねじ込んで、こんな感じでねじ込みます。当然これ三脚なんで、これをこう開いてやることでこう立てて、三脚として使うこともできるし、で僕がね今一番お気に入りの使い方は、これをこう閉じた状態でこう伸ばしてやる、でこうすることでこれグリップ代わりになるんですね。でこう持つ、持ち方としてはこんな感じですね。でこれ結構ね、持ちやすくて安定した映像が撮れます。かなりおすすめ。でこう撮影しないときはこういう感じで、折りたたんじゃえばもうかなり小さくなるので、このままポケットにもこうズボッと入れちゃえば簡単に収納できます。GoPro 使わないときはもうクイック式なんで、簡単にこうパチッと外して、保管して、でこれ自身は本当にこう折っちゃえばすごくコンパクトになるので、ポケットとかバッグに忍ばせとけば、いつでも気軽に使えるようになります。結構おすすめ。あともう一つちょっと紹介しておきたいのがこれ、じゃじゃん、これ GoPro 純正のボールジョイントバックルっていう商品になります。でこれ確かね、日本で正規販売多分されてなかった気がしますね。なんでかわかんないんですけど、ただAmazon で普通に買えますんで、一度よかったらググってみてください。でこれ何かっていうと、実はこう通常のジョイントと違って、ここがこうボール式に見えるかな、ボール式になってるため、ここはね結構自由が効くんです。ネックの自由が効くんですね。で実際 GoPro に装着してみると、こんな感じです。ちょっとネック部分が長くなりますね。これをこんな感じでベース部分にカチャッと装着して、でこれがちょっとわかるかな、こう角度が変えれるんですね。右にも左にもこう斜めにもできるし、当然こういう感じで後ろ向き、ぐるぐる回ります。でこれね実は結構硬い。で GoPro 本体取り付けずにここだけ手で回そうとするとかなり硬くて、で商品のクレームの方に硬くて回りませんっていうのがなんかレビューみたいなの書かれてるんですけど、実際こういうふうに本体取り付ければテコの原理で簡単に動かすことできます。でいろいろ GoPro 関連の付属品っていうのをいろいろ持ってるんですけど、僕がこの GoPro 純正のケーシー、収納ポーチですね、これの中にもまとめて入れてます。結構ねこまごまといろんなものが入ってるんですけど、こんな感じかな。この収納ケース結構ね、いろいろ入って便利です。で、普段はこういった GoPro 関連のものを入れてるんですけど、実はこのケースね、DJI のスパーク本体と、あとスパークのコントローラー、バッテリーといった付属品が一式ね、ぴったり
入るんで意外と便利。